でね、商品論と絶対矛盾的自己論、絶対矛盾的自己同一の話をね、やんなかんで、労働者施設によりますと商品の本質は価値です。どんだけ労働時間をかけているかっていうことで価値が決まるという話なんですね。労働者施設というのはね、つまり他の商品と交換されるだけの力を持てるということです。その価値は労働量に比例しているはずだというのが労働者施設。その価値量は労働量なのですが、その際過去現在未来の絶対矛盾的自己同一として捉えられるということですね。ちょっと理屈っぽいですけどね。その価値っていうのは要するにその品物の価値ですから、その品物には過去に、作ったんですね、労働したのが現在の品物になっているわけです。だから過去の労働の凝結であるわけですね。でつまり価値は過去の労働の保存だということですね。過去が労働商品の中に保存されているのがその商品の価値だということですね。でもその価値っていうのは現在の商品交換の基準でありますから、現在の商品の性質になっているわけですね。だからそういう意味では交換の基準は現在ですから、価値は現在存在しているもの。だ過去だけども、過去の保存だけども現在の価値なんですよね。そして価値はまた商品をこれからもう一つ作るに要する労働時間に当たるという意味では近未来である。これどういうことか、その商品をもう一個作るとしたらこんだけのコストがかかるよ、だからこんだけの値段だということですね。だから今その商品がどれだけ値打ちがあるかっていうのは、コストがどれだけかかるかによって、生産費によって決まるわけだから、生産費っていう場合は近未来の、労働時間であるということ、これから作るということですからね。だから現在過去未来が商品の中に、自己同一という形で価値に凝縮、価値として存在している。だから価値は過去現在未来が自己同一であるということで、過去現在未来という、絶対に矛盾しているものが一つであるというわけで、絶対矛盾的自己同一の典型であると、価値というのはね言えますね。だから商品は単純に過去現在未来の自己同一であるのではありません。時は単純に過去から未来に流れているのではなくて、現在において商品の価値になっていわば事物化されている、価値というのは商品の価値という形で、事物の性質になっているか事物化されているということが言えますね。だから通時的な過去から現在未来へ流れている通時的な何時間という労働が表示的な関係で何円という形に交換比率に置き換えられている。だから言い換えれば時間は時であることをやめて空間における物的関係に転化していると。価値というのは物と物の交換比率として物的関係になっているわけですね。時間が関係になっている、時が関係に転化しているということである、ね。で過去の労働は今更測り直せません。どんだけ時間かかるか測り直せませんね。それは現存する商品の価値として自己を主張するしかないのですと。それで同じものをもう一つこれから作るのに要する未来の時間が過去の時間と同一されることになります。過去を何時間かかって作ったか、そんなもん今更問題にしても仕方がないということでね、これからこれを作るのにどんだけかかるやろうというので交換されるわけですね。そうすると未来の労働時間が過去の労働時間の基準になりまして同一視されるということでね。しかしでも実際にもう一つしか作らないとすれば
そのためには手間暇は膨大なものになってしまう、だから一つといっても実際はね、その時の需給関係というものがありまして、作られる労働総量の労働時間の一つ分というのが10日労働時間とみなされるわけですね。でもどれだけ売れるかというのははっきりわからないわけやから、まあ、ある程度、まあ、見込みで生産されるわけですね。だからそう、現代のその商品の評判から見てどれだけ再生産されるかという現代の労働に対する支配力に、まあ、還元されていると、ね、だから常に、存在するのは現代であって、過去も未来もその解釈に過ぎない面を持っている。つまり現代の労働に対してどれだけこの、ね、商品をか、この現代の労働時間を、まあ、この商品を買うために何時間犠牲にしてもいいかという現代の労働に対する支配力で、その商品の価値が決まるんだと、ね、だから現代が、まあ、常に存在していて、過去も未来もその解釈に過ぎない、ね、過去の労働時間どれだけやったかというのは現代から解釈、ね、未来もどれだけかかっていったら現代の、まあ、その値段によってこれぐらいやろうということが言えるわけですね。だから今生きているから昨日があったと言えるわけで、明日もあるだろうと言えると。昨日も明日も今からの推論に過ぎない、ね、しかし、現代であるという限りは過去から未来に流れている時の切断ということでね、まあ、時間は切れないんですけど、そんなのね、それをですね、切れないものを一応、まあ、切ってみてというかね、時間と主体的に時として受け止める意識のあり方であるということですね。だから経済関係は事物の関係として意識が自己を受け止める関係なんですと、ね、商品関係としてね、自分の意識が自分自身を受け止めて、受け止めるのがそういう関係や、その時に事物の量は意識の流れの量に還元されることによって、過去から意識の流れって時間の流れよね、だから時ですよね、過去から未来への抽象的な時間意識が成立するのではないでしょうか。時間意識っていうのも、まあ、意識の流れとして、流れの量として事物を捉えたときに、時間意識っていうのはね、事物と事物の関係として経済関係を取り結ぶために労働という意識の流れに還元する必要が生じたことによって抽象的な時間意識が成立したんじゃないか。だから時間意識そのものが、ね、そういうものとものを交換して、する場合の基準としてですね、労働を見直す、そういう行為によって意識の流れを量化し、それをですね、もので測ったりすることによって、時間意識というのがだんだんできるようになっちゃうか。で、動物の場合はどうかと、まあ、動物と比較しなければ分からないことですよね。動物は記憶に行動が左右されますが、まあ、過去の記憶というのがありますが、それは左右されるけども、明確に意識の流れを了解して時間を実体化するような意識のあり方はしていないでしょうと。その了解してその品物の、ね、値段とかいう形にすることは、まあ、ないわけですね。だから動物は世界を事物の関係として認識していないわけでね、刺激反応でもってですね動いているだけであって、
何か反応するときに過去の記憶っていうものによって左右されるということはあるけれども、それをあの意識の流れの、まあ、量みたいなものに還元して時間として何か対応するというふうなことはやってないということですね。で、人間だけが交換によって生理的な表象から自物的表象に世界を転換させたと。そして、自物間の交換比から意識の流れの数量化が生じたんちゃうか。だから何個作るのにかかる意識の流れみたいなものが時間として意識されるようになったということですね。だから事物があるからこれを何個作る間にあれは何個できるということでね。だから交換費はこんだけやとなったらそれぞれ作っている時間を比べ合うわけですね。ほんならその結局まあ、こっちが3つ作る間に向こうが1つとしたらその時間はですね、1個作る時間というのは3分の1であるということで、そのそれぞれの時間が意識されるわけですね。まあ、そういう事物間の交換比から意識の流れの数量化というのが時間の流れというのを、まあ、考えたわけですね。だからまあ向こうが1個できる間にこっち3つ作れるとしたら向こうの1個をこっちの3つと交換しても損はないわけですね。時間的にしんどくないわけです。ところが向こうがですね3つこっちが3つ作る間に向こうも3つ作れるようになったとしますね。ほんなら今までみたいに向こうの1個とこっち3つでやってたら向こうの3倍働かなければいけなくなってしまうでしょう。だからすごくしんどいわけですね。だからそれはやっぱかなんからやっぱりこっちが3つ作ってるお宅も3つできるんだったら1対1で交換しましょうやとこうなりますからね。そういうふうな形で時間というものが意識されていくということなんですね。まあ、そういうことで時間意識というものが生まれたんじゃないかということが、まあ、言えますよね。だから交換は現代における人格的な我と汝、主体と客体の関係を生じさせて、したがって交換によって生じた主体が時間の根底にあるということになる。だから交換というのは、まあ、人格的な、まあ、主体同士の営みですから、それで交換によって初めて結局時間意識ができるわけだから、だから主体意識というものが時間意識の、まあ、根底に、まあ、あるということ。主体あってこそ人間は対照的事物であり、意識の流れの量化としての時間であり、その両者の絶対矛盾的自己同一だということになると。その主体そのものは交換関係の極をノイマ的に捉えたものに他なりませんと。だから交換関係にあるその両極を何かこう自物的に存在するものとして捉えた時に主体とみなされるわけですね。あたかも実体であるかに機能してもそれ自体は虚焦点であり空なのですと。仏教でいう無我の真理ですと。これ何を言ってるかというと、要するに交換関係の両極を何か存在する事物として捉えた時に、とりあえずその物が物と物との関係を関係を行う主体として存在しているものとして、立てなあかんから、それを結局事物としては身体に属しているみたいに考えて、
身体と、まあ、人格を同一するということがありますよね。でもよく考えると身体というのが人格と同じかというとね、それは言い切れないんで、あくまでも意識の主体というのは虚焦点であるということですね。焦点が交換関係があるから、それに対して主体が両方存在しているとこう、見なしてこう交換し合うということですね。だから交換している主体というのは、こう例えば共同体と共同体の交換というのもあるわけですね。相手の物流というのがあってね、あるいは家族と家族の関係で物流というのもあるわけですね。 だから個人の意識でもって何も決定しているわけじゃ、値段でも決めているわけでもないし、そして結局事物の生産にかかっている時間というものが究極的なその交換比率を決めてるわけですから、個人の意識でもって、決定してるわけじゃないわけですね。ですからそういう関係の中で、でもその、それぞれ主体があって、この交換し合ってるという風に捉え返されるんで、それは虚焦点であるけれども実体であるように捉えられると、そこでまあ人格意識が成立するんだということを言っているわけですね。だからそれが無我っていうのはそういうことなんですよね。実体があるかのように思われてるけども、それは虚焦点であり、我という実体はないんだよというわけでね。だから無我の真理とかよく言うわけですね。精神的実体が、まあ、実体として人格がどっかにあってというわけじゃなくて、そういう人間関係の両極として想定されている虚焦点みたいなものであるということを、まあ、言ってるわけですね。だからフロイトの、まあ、精神分析の理論でいうと、自我を S とスーパーエゴのつなぎから生じた基準を実体化するものだと捉えているわけですね。これはまあ S って何かって言ったら、まあ、欲望をですね、どんどん充足しようとする働きですね、意識の働き。でスーパーエゴというのは、スーパーエゴというのは要するに、人間の行動をですね、規制しようというかね、その勝手な行動をすると自我が保てなく、自我が保てなくなるというか、やっていけなくなりますよね。体壊したり、食べ過ぎたら体壊したりしますね。Sみたいに欲望をどこまでも追求しようとしたら、美味しいものになったら止まらなくなったりしたら困るから、だから超越的な力が働いて、そのスーパーエゴ、働いて超自我と言いますけど、働いて、現実原則の枠内にとどめようということになりますね。その綱引きがからだんだんその基準が生まれてきたのが自我であるというのがフロイトの考え方ですよね。だから自我っていうのは S とスーパーエゴの綱引きから生じた基準を実体化したものであるということで、エゴがあってと、まず実体としてエゴがあってじゃなくて、そういう、意識自身の欲望をどこまでも追求しようとする意識の働きである S と、からスーパーエゴ、超自我ですね、それを抑えようとする、現実原則の枠内に抑えようとするスーパーエゴが綱引きをして、自然に出来上がっていく、トライアンドエラーを通してだんだん出来上がってくる基準だというのが自我ですよね。まあ、だから自我を実体的に、まあ、存在するものとして捉えたらあかんということですよね。でもあたかも実体として存在している主体であるかのように、
捉えて人格とが受け止められて、それが意識の主体であると思い込まれる。そこで、その主体はね、主体としての自己というのは、真の個物はモナド的だと言われるほど、まあすごい無限の可能性が実物ができるということになったわけですね。だから自我そのものは本当は実体としてはない。だから無我が真理だとしても我が主体として機能することによって自己否定的に対象として限定し、製品やサービスとして社会に自己を提供でき、事物として関係できると。その時に自我は過去から未来への時間の流れの通算点として製品やサービスに込められたメッセージとして己の世界観を提示し、自分色に世界を染めなければなりませんと書いてますけど、要するに、その時の主体というのはなぜ真の鉱物をマナド的だと言われるふうに、まあ、無限の、まあ可能性のある、実物的がなんぼでできるようなものとして想定するのかということですね。そこらは要するに、その主体として世界を捉えて、その世界の中に自分自身をですね、自己を表現していかなければいけない。一旦その時の流れとかをそこで切断してですね、製品やサービスに、自分自身のメッセージを込めていく、自分の世界観をそうで示していく、自分の世界を染めていかなければいけない、構想力で染めていかなければね、そうすることは、なかなか難しくなるんですけど、それをやっぱりその主体をですね、真の個物だとして捉えることによって、まあ、無限の可能性を持っていると。なんで無限の可能性を持てる、そんなになんで言えるんやと思うと思いますけれども、それはやはり世界の宇宙の中でですね、存在しているわけで、世界と無限に関係しているわけですね、全てのものはね。だからそれを、その力をあらゆる場所を持っている、あらゆる意識を持っているわけですから、そこを主体化するときに、宇宙の全ての関係を包括したような主体として自分を意識して、何ぼでもこう出してくれるみたいなことを思って、ここで構想力をですね、働かせようとこう しなければいけないわけですね。だからなかなか、まあ、実際はそんなふうにはいかなくて、まあ、乏しい発想しかできない場合が多いわけですけどもね。でも人間はいろんな関係を今まで取り結んできたし、歴史も蓄積してきてるわけだから、そういうものが我々にいろんなものを与えてるはずですから、それを信じて、どんどん、まあ、勉強し工夫していけばどんどん出てくるというふうにね、思わないといけないということですね。それができればビジネスは成功するんですが、何度も何度も自らの屍を積み上げることになることが多いですね、まあ、失敗するわけですね。それは自らの挑戦が既成の世界を否定し、それを根底から覆したり刷新したりすることになると、既成の秩序や安定を揺るがすことになるので、保身的に世界の方が身構えてしかとしようとするからです。まあ要するに、その我々は常に、まあ全世界宇宙をですね、自分に体現して、自分の可能性をそのものの中にね、実現しようと思ってやりますけど、そうなったらその世界が巻いたら揺るがされるということですよね。既成の秩序や安定を破って、こう物が動かされるわけですから、保身的に身構えられてしまうということだよね。で、常にまあそういくかという感じで失敗させられることが多いわけですね。
だから己の世界観を示し自分色に染めるといっても単なる、まあ、一個人の、狭い了見でやったら、まあ、失敗しちゃうわけね。だから既成の限界を突き破り現代の課題を克服する方向をね指し示す。で普遍妥当性を持つということが、まあ、大事なわけですね。だから普遍妥当性を持つものになっているかどうかということで、それに対してそう簡単には認めないというのが世の中ですよね。だからその商品に新しい創意工夫を加えたと、今まで甘かったお菓子を辛くして、出すと、ほんならすごい、今まで 甘いお菓子が辛くなったから素晴らしいと言って、爆発的に売れるかっていうとそうはいかないんですよね。やっぱ甘い方がいいとかいう意見の方が圧倒的に、こんな辛く食えるかっていうことになりますよね。だからそういうことで、しかしまあお菓子もいつも甘いお菓子ばっかりではね、もう飽きちゃったっていう時の流れみたいな到来してですね、辛いお菓子が爆発的に売れることが、まあ、ないとは限らないんですよね。まあそういうふうに、このね拒絶反応というものを克服しながら、まあ、いつかその新しいアイディアが普遍性を持って受け入れられることが来るかもわからないっていうことがありますよね。まあこういうことはまあよくあることで、まあ、ビジネスの世界ではいろいろまあそういう工夫、試行錯誤で大層に作りますよね。いっぱい作って、それでも売れるのは100作ったうちのですね、1個当たればいいっていうかね、そういう場合が、まあ、実際には多いですね。だけど、まあ、そこはやっぱりね、いろいろ情報とかを集めたり、いろんなね、喜ばれる工夫というのをねしていけば、まあ、だんだん当たる確率も。で、まあ、こう